J チャンネル J です。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、初心者の方がギターを変える前に見る動画というのことをね、やってみたいと思いますが、今持ってるね、安いギターとかね、初心者のギターをね、今持ってるギターで弾きやすくする方法ということですね。ギターを変えないで、とりあえず今のギターで弾きやすくする方法というのをやってみたいと思います。まずね、いろいろかお悩みがあると思うんですけど、まず一番ってか、いくつかあると思うんですよ。一つだけじゃなくて、いくつかあるうちの一番手っ取り早いのはピックを変えるんですね。ピックを、例えば初心者セットでついてるピックは結構硬いピックがついてますので、非常にこうストロークでもやりにくいんですけど、このピックを変えることによってストロークが全然ね、楽になってきます。僕の紹介しているのは、前も紹介しましたが、ジムダンロップのこちらですね、ナイロンピックなんですけど、ナイロンとちょっとイメージが良くないかもしれませんけど、このナイロンピックの 6.0 ですね、10.6 かな、 0.6 ミリかなになるのかな。これがね、すごく僕は今おすすめしてるんですけど、柔らかいんですよ。普通の 0.6 よりかはもっと柔らかいんですけれど、ペラペラなんですけれど、僕の動画ではね、よく出てきますけど、これが非常にね、ストロークがしやすいです。このね、ピックが薄いので圧に負けない、圧にね、このしなってくれるんですよ。反発がないって言った方がいいかな。硬いピックで弾くとボリュームは出るんですよ。ボリュームは出るけど反発があるので、最初のこう慣れない人は弾きにくいと思うんです。だけどピックを柔らかくすることで、弦からの反発がピックのしなってくれるんで、非常にこうね、いい音に聞こえるんですよ。なのでぜひね、リンク貼っておきます。これが80円ぐらいですので、よかったらね、まあ、送料かかりますのでね、結構弦と一緒に買えばいいと思いますけど、これが80円ぐらいです。これでピックを変えることによって弾きやすくなるし、音もね、少し際立つような音が出ると思います。ただしボリュームは若干下がります。音量は下がりますけど、弾きやすくなって音がね、綺麗に聞こえるということですね。はい、こういう感じでピックを変えるというのは、あとはもう一つは、2番目は弦ですね。弦のゲージを変えるということで、大体一般的にですね、超初心者ギター置いといて、そのギターによりますけど、大体ライトゲージが貼ってあるギターが多いんですね。ライトゲージって言うと一般的なゲージなんですけど、初心者の方からしたらちょっとこう反発が強すぎて、ちょっとこう硬いと。だから弦にしてもね、抑えにくいんですね。反発が大きいのでね、太いので。だからこの、ライトゲージから一つ下はカスタムライトっていうのがあるんですよ。で、もう一つ一番下のはエクストラライトっていうのがありますが、これが 0.10 から始まるやつで、カスタムライトが 0.11 ですね。で、ライトゲージ、一般的なやつは 0.12 ですね。だから、そうしていくと、ゲージを柔らかくすることによって、ピックを変えることによって、少しこう弾きやすくなり、抑えやすくなる。ゲージを柔らかくすると抑えやすくなるし、ピックを柔らかくすると弾きやすくなる。この2つで大体ね、ある程度はすごくね、改善できると思うんですよね。だから手っ取り早くですね、ギターで音をね、まあ弾きやすくとか良くする方法はこの2つですね。あとはですね、ネックとかになってくるとちょっと自分ではできなくなってくるんですけど、弦高が高いということで、弦高を測る時の基準はだいたいフレットの12フレットの6弦とか1弦で測ります。で、そこの方で、まあね、測るやつがあるんですけど、こういった感じのがあるんですけど、とだいたい 2.5 ミリ。2.3 ミリぐらいが、2ミリから 2.3 ミリぐらいが、低くなって、 2.5 ミリぐらいがだいたい標準ですね。だから3ミリぐらいになるとちょっとこうね、弾きにくいという感じになります。このね、ネックを調節するのは非常に難しいんですけど、サドルってありますね。こっちがナット、こっちがサドル。サドルを低くしていたんですけど、サドルを低くするだけじゃダメなんですね。こうネックの反りがですね、これが順反りしている場合は、サドルじゃあんまりこう調節ができないんですよ。ネックをまっすぐにしていると、弦高も低くなるんですね。ただこれがこの、こちらの方とか、こことかね、で、こう、レンチでやらなきゃいけないので、ちょっと初心者の方は難しいんですけど、まあ、楽器店でやってもらうとかね。まず、こう、ネックをまっすぐにしておいて、最終的に、
餌泥を削るというのが一番ベストだと思うんですね。だから自分でできないんですけど、ただまあネック調整をしてやるという感じにやるといいと思うんですけど、それは楽器店で相談してもらったらいいと思います。あとね、音詰まりがするということで、しっかりちゃんと音が出ないという感じです。これはですね、僕の経験から言ったら、ネックのまあね、反りとかもありますし、ナットをね、ナット交換してもらったら治った場合もあったんですよね。ナットの あの幅とかなんかも、弦のね、太さによってこうね、こう少し削ったりするとこう滑りが良くなるということで、まあ音詰まりがなくなると。あとはね、フレットの高さとかちょっと微妙なところがあるんですよ。だから初心者の方のうちはなかなか難しいんですね、このフレットとかネックの反りに関しては。やっぱりプロのね、メンテナンスができる人に頼んだ方がいいとは思いますけどね。だから自分でできることは、まあネックはね、やっぱりいじってもいいんですけどね、なかなかいじらない方がまだいいかもしれないですけどね。だからまあ楽器店とかね、詳しい方に相談してみると。だからネックがね、反ってるのはこういう感じで見ると、こうギュワンと反ってるか、こう反対に反ってるかなんですけどね、これは大体こうある程度もうまっすぐなってるんで、いい状態をキープしてるかな、という感じですかね。なのでまあネックとかなんかはまあちょっとね、自分じゃ難しいと思いますので、とりあえず自分でできることはこのピックを変える、で弦のね、ゲージを柔らかくする。だからカスタムライトかエクストラライトにしてみるとまた変わってきますのでね、ぜひね、これは試してみたいと思います。それからまた、それでも難しかったらまた次を考えてみて、とりあえず今できることは、ピックを変えるということとゲージを柔らかくするということですね。それをぜひね、やってみて、今のギターでそれでね、なんか音が変われば、良くなれば、弾きやすくなれば、別にね、新しいギターはもうちょっと待ってね、自分がこう練習してまたね、次にするということができますので、今のギターでできるだけのことをやるというのが僕のおすすめですね。でやってやってどうしても無理だったらしょうがないけれど、まあ、そういう感じでしょうかね。なので今持ってるギターで弾きやすくする方法を今やってみました。はい、ぜひね、これは手っ取り、お金はちょっとかかりますけど、一応一番手っ取り早い方法なんで、ぜひ試してみてください。リンク貼っておきますね。はい、でカスタムライトかエクストラライト、エクストラライトをするとね、柔らかいけど音の音量落ちますけど迫力はなくなるんだけど、最初のうちは弾きやすいので、 F なんかとかバレエコードとか他のね、弾きやすくはなると思いますけれど、ただタコはね、どうしてもできるんですよ。だからタコの壁を乗り切らなきゃいけないっていうのは一つあります。どうしてもね、鉄をこう押さえるわけだから、指にね、指先にタコができます。これはしょうがないんですね。これがタコができるとね、できてこう皮がむけたりして何回かやってくると、この押さえてもそんなに痛くなくなるので、そうするとまた変わってくるので、そっからまたね、いいギターに変えるとか、そこらをねやるといいと思うんですけどね。とりあえずね、とりあえずできることを紹介してみました。はい、この動画が良かったらね、いいねとかチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録して、お知らせが来ますのでね、ぜひお知らせを見て、また次の動画もね見ていただきたいと思います。質問とか疑問なんかコメントはお待ちしておりますので、よかったらコメントください。ではチャンネルでしたね、また。